ファーリアーブ州、ファーリアーブ州はアフガニスタン北部の州である。アフガニスタン屈指の大麦の産地で小麦やトウモロコシやクレープフルーツなどを産出する。アフガニスタンの中でも特にウズベク人が多い地域であり、トルクメニスタンへの玄関口の一つでもある。ファリアーブ県、ファールヤーブ、ファリアーブ県と表記されることもある。 面積は2798平方キロメートル、34集中9位、総人口94万8000人、34集中8位、人口密度46人、平方キロ、34集中16位。州とは、日本の四国18301平方キロメートルより大きい州である。州の3割が平地で、北部は、 トルクメニスタンのカラクム砂漠から続く砂漠、中部は中山間地、南部は鉱山になっている。ファーリアーブ州の北は国境があり、トルクメニスタンに接している。アフガニスタンには北に向かう三つの重要な国境の町、シルハン、ハイラターン、トゥルゴンディガールが、ファーリアーブ州のアンドフボイもそれらに次ぐ国境の町であり、交通の要所になっている。 4世紀頃のファーリーアーブ州は、クシャーノサーサーンアサの領域で、マイーマナでは、ドラクマ銀貨が見つかっている。1750年、サドウザイアサのアフマドシャー・ドゥッダーニーがマイーマナを占領した。1849年頃のマイーマナは、ウズベク人のアミールが治めるトルキスタンの独立した町で、 バーラクザイアサのドーストムハンマドハーニアペルシャのガージャールアサが攻めてきたが独立を守った。しかし1884年、バーラクザイアサのアブデラフマーンハーンがマイーマナを占領た。ファーディアブ州は1950年ゴロアだったが、1964年4月に現在の名前になった。1989年にソ連軍がアフガニスタンから撤退しても、 ムハンマド・ナジーブ・ラーが率いるカブールの共産党政権は何とか持ちこたえていた。共産党政権はムジャヒディーンに対抗するために民兵を組織して幹線道路を守らせた。民兵の中心はアフガニスタン北部や北西部出身のウズベク人でジョーズジャーン州のラシット・ドスタムやファーリアーブ州のアブドゥル・マリクなどが率いていた。しかし1991年に ソビエト連邦が崩壊すると民兵に動揺が走った。1992年、ドスタムは共産党政権を見限ってアフガニスタン北部最大の都市マザーリ・シャリーフで自立しカブールの共産党政権を倒したがすぐに内戦が始まった。ドスタムは総兵力5万人を要しジョーズジャン州やバルフ州を中心に支配地域を作り上げた。ドスタムの支配地域は 宗教的に寛容で、対外的にも一種の独立国のようになっており、ウズベク人が多いファーリアーブ州も、その一部だった。アフガニスタンでは、その後ターリバーンが誕生し、内戦は、密どもへの戦いとなった。1996年、ターリバーンは、ドスタムやイスラーム統一等の協力を得て、6月にファーリアーブ州の南隣のゴール州の、 イスラム教会軍を蹴散らし、9月にはカブールを占領した。それを見た、ドスタムらは今度はイスラム教会軍と協力して、ターリバーンと戦い始めた。しかし、ドスタム軍の内部では、ドスタムとマリク将軍が激しく対立していた。1997年5月、ターリバーンはマリク将軍と協力して、マザーリシャリーフを占領し、ドスタムはトルコに逃亡した。 しかしすぐに、両者は対立し、ターリバーンは大敗して、マザーリ・シャリーフを渡、第一次。九月、ターリバーンは、マザーリ・シャリーフに、再度侵攻してきたが、マリク将軍が避難している間に、ドスタムがトルコから戻ってきて、ターリバーンを撃退した。十一月、ドスタムは、マリク将軍を攻撃し、シュートマイーマナを占領したので、マリク将軍はトルクメニスタンに逃亡した。 12月、ターリバームは、バードギース州の州都を占領し、ファーリアーブ州に侵攻してきたがドスタムに撃退された。その際、ターリバームは、カイサール軍で、パシュトゥーン人の民間人を虐殺し、民族浄化を行ったという説がある。1998年6月、ドスタムは、バードギース州の州都を占領し、ヘラートに向かったが、逆襲されて、 ファーリアーブ州やジョーズジャーン州を失った。8月にはマザーリシャリーフまでもが陥落し、第2次マザーリシャリーフの戦い、ドスタムの支配地域は崩壊した。同年、アフガニスタン北東部で地震や干ばつが続き、数千人が死亡した。1999年からは国際連合の制裁が始まり、それに反発したタリバーンは2001年2月、 バーミヤン州の仏像を破壊して力を誇示した。2001年9月、アメリカ同時多発テロ事件が起きた。10月には、アメリカ合衆国がアフガニスタンに侵攻し、有志連合や北部同盟と共に戦闘を開始した。ドスタムは北部同盟に加盟し、イスラム教会のアタモハマドヌールと協力して、11月にアフガニスタン北部からターリバーンを追い払った。 ドスタムは北部を再び支配しようとしたが、アタもまた野心を持っていた。ドスタムとアタは約2年間、バルフ州やその周辺で小競り合いを続けた。2003年10月、戦闘は本格化し、数十人の死者が出たため、国際社会や政府は2人の戦争強を、英語、ウォールロードに圧力をかけて戦争を中止させた。 調停の結果、ドスタムはバルフ州からは手を引いたが、国際社会と政府は武装解除、動員解除、社会復帰、DDR を進めて、ドスタムと会ったから、兵士や武器を取り上げた。治安維持は、国際治安支援部隊、イサフが行うことになり、第一段階として2003年12月から、アフガニスタン北部で活動を開始した。ファーリアーブ州の担当は、 ノルウェー軍が指揮するで2004年から任務を開始した。さらに政府はドスタムの支配地域を解体しようとした。怒ったドスタムは2004年4月に州とマイーマナを占領して抗議したが、あまり効果はなかった。ドスタムは国防次官を解任されそうになったので辞職して2004年の大統領選挙に出馬し、ファーリアー部州では圧倒的な1位の約23万票。 約73%を獲得した。2005年3月、カルザイ大統領はドスタムを参謀総長に任命したが、軍閥解体の動きは続いた。2007年5月に、ドスタムの本拠地のジョーズジャーン州で知事の部下が、ドスタム派のデモ隊に発砲し、数十人の死傷者が出たので、ファーリアーブ州でも緊張が走った。2005年9月、第一回の会選挙。 ウリージージャーガと衆議会選挙が行われた。2007年、戦争は激しさを増し、自爆テロや無差別爆撃によってイサフや民間人に多数の犠牲者が出た。ファーリアーブ州の治安は比較的良好だったが、麻薬栽培やドスタム派の問題があり、タリバーンによる井戸攻撃も始まった。2008年は雨不足で穀物が不作だったので、 アフガニスタン北部や北西部、中央高地などで、食料価格が上昇し、出稼ぎや難民が発生した。同年、タリバーンの拠点があるバードギース州のファーリアーブ州の管轄とし、イタリア軍をドイツ軍やノルウェー軍が支援することにした。2009年には、第2回の大統領選挙が行われ、ファーリアーブ州ではドスタムが応援するカルザイ大統領、約60%が、 アブドラ・アブドラ元外相、約30%を抑えて1位になった。2010年、第2回の下院選挙と衆議会選挙が行われたが、戦争はさらに激しくなりイサフや民間人の死傷者が急増した。また、アメリカ人牧師がコーランの紛争を行ったせいで、アフガニスタンの国民感情が悪化し、ファーリアーブ州の警察官が米兵に発砲する事件が起きた。 2011年以降、ファーリアーブ州でも自爆テロが頻発し、多数の死傷者が出た。2011年12月、中国石油天然理集団 CNPC は、ファーリアーブ州などで石油開発を始めた。2012年9月、ノルウェー軍は、ファーリアーブ州の治安権限をアフガニスタン軍に譲るし、バルフ州に撤退した。しかし、基地の設備は、もぬけぬからで、 譲り受けたアフガニスタン軍の指揮は高くないという。2014年4月、第3回の大統領選挙が実施され、ドスタムを第1副大統領候補に指名したアシュラフ、ガニー元財務大臣が州内で最多得票、約65%を得た。2015年10月、タリバーンが全国で攻勢に出て、ファーリアーブ州でも州都を攻撃し、 アフガニスタン軍や民兵と戦闘になった。一市十三軍を要する人口が最も多いのは南部のパシュトゥンコート軍約18万人で、すぐ隣のカイサール軍約14万人にも多くの住民がいる。ファーリアーブ州は農業が盛んで、農業収入が家計収入の半分53%を占めている。特に小麦。 34集中4位や、大麦34集中2位、グレープフルーツ34集中4位の生産は、全国的に見ても盛んで、トウモロコシ34集中6位もかなり生産されている。一説によると、小麦の農地は20万5000ヘクタールに及び、日本の四国の高地面積14万4400ヘクタールよりも広い。大麦、 2720ヘクタールやトウモロコシ、8100ヘクタールを合わせると、かなり広大な農地が広がっているようである。アフガニスタン北西部の地底にはトルクメニスタンから、数百キロ続く広大なアムダリア堆積盆地、アームダリアバシンがあり、天然ガスや石油が埋まっている。冷戦時代、アフガニスタンでも他の産油国と同じように、資源開発が始まり、 ファーリアーブ州の東隣にあるサーレポル州を中心に油田が見つかった。ファーリアーブ州でもザマードサイ油田、ザマードジーなどの有望な油田が見つかり、ジョーズジャン州では3つの有望なガス田が見つかった。この地域の6大油田の推定埋蔵量は8800万バレルに達したが、その後の内戦で生産量はほぼゼロになり、新規開発も行われなくなった。 8700万バレルの石油が20年以上も未採掘のまま残っていたアフガニスタン北西部の資源開発が再開したのは2010年代に入ってからである。2011年12月、中国石油天然理集団 CNPC がサーレポル州などで石油生産を始めた。ファーリーアーブ州には幹線道路のアジアハイウェイ76号線。 マザーリシャリーフ・ヘラート高速が走っており、ヘラートやカブールとつながっている。現在、カイサール軍以降の舗装工事が進められている。また76号線は、アンドフボイで一般道に接続し、トルクメニスタンとつながっている。アンドフボイにはいくつかの鉄道計画があり、2011年に完成したウズベキスタンとマザーリシャリーフ・バルフ州間の鉄道の延伸や、 トルクメニスタンのレワプシュケルキとアンドフボイカンの鉄道建設を予定している。ファーリアーブ州で最も人口が多いのはウズベク人とパシュトゥン人だと言われている。アフガニスタンの中でも特にウズベク人が多い地域の一つで人口の半分以上、約54%をウズベクゴア社が占めている。その他にはタジク人とトルクメン人が続く。また口族や アイマーク人などの遊牧民もいるようである。ファーリアーブ州の言語はウズベク語54%とダリー語27%が8割を占めパシュトゥー語17%が続く。識字率は18%である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。